こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、 JCB のプラチナカードを使っているんですけども、実はねこれを使い込んでいけばこの上のザ・クラスにねインビテーションがかかるんではないかなと思ってたんですよ。でそのタイムリミットが50歳までにということでレースをしていたんですが、やっぱりね40歳までその破産状態にあった私が10年間で、ザ・クラスを持つってところまではね来れなかったみたいです。結構使ったはずなんですけどね、これからこちらのカードを解約しようかと思います。残念ですけどもね、解約してダウングレードしていこうかと思います。今ねこちらの受付の方に電話をしているところです。どんな対応をいただけるんでしょうか。プラチナメンバーズデスクというふうに書かれてますね。海外からの番号もある。はい、JCB でございます。ただいま係におつなぎしております。このまましばらくお待ちください。プラチナカードでもねなかなかつながるのが遅いみたいですね。いやでも残念ですよ。このカードでザ・クラスのインビテーションがあったらどんなにいいだろうと思ったんですけどね。ありがとうございます。 JCB プラチナメンバーズデスク和田でございます。お世話になります。プラチナカード会員の久保です。久保様ありがとうございます。はい、プラチナカードを使わせていただいたんですが、ありがとうございます。今日はちょっと寂しいお知らせなんですが、はい、実はねプラチナカードずっと使ってたらザ・クラスのインビテーションがかかるかなと思ってたんですけども、はい、私の勘違いだったみたいでね、ただ使ってるだけじゃダメなのかなと思ったんで、ちょっとこの度ね、プラチナを降りて、年会費のかからないゴールドあたりに変更しようかと思うんですけども。さようございます。では今お持ちのプラチナカードから別のカードにお切り替えお手続きをされたいということです。はい、引き続き JCB さんは使わせていただいたんですけども、ちょっとプラチナに耐えうるだけの利用量が私は多分なかったんでしょうね。恐れ入ります。大変お持ちいただいているのに失礼いたしました。いえ、とんでもないです。一度お手続き確認をいたしますので、久保様お持ちのプラチナカードの番号を3号からおっしゃっていただけますでしょうか。はい、3541 3541 744086です。1086でございますね。はい、ありがとうございます。ご様のお名前をフルネームで言いますね。はい、ありがとうございます。失礼ではございますが、お電話口はご本人様でいらっしゃいますね。はい、本人です。いつもご利用いただきありがとうございます。はい、すると今そのカードのお切り替えでございますが、はい、一点ご案内がございます。実は今お持ちの久保様のプラチナカードは、はい、年会費の毎年の区切りが8月となっておりまして、はい、実は本年8月末までもう年会費を負担をいただいている状況です。はい、でもしお切り替えが別のカードに、ご負担のないカードにということであれば、はい、やはり8月9時月の8月になりましてから再度ご連絡をいただくか、はい、もしくは切り替え用紙というものでお手続きすることは共通になりますので、はい、用紙だけお送りをしまして、はい、8月末までに用紙届くようにご返送いただくということもできますけれども、用紙のお手配は今お手配してもよろしいですか。そうですね。じゃあギリギリまで使わせていただいて、万が一ね、はい、私の勘違い通りにあなたザ・クラスに来ていいですよっていうインビテーションがありましたら考え直そうかと思いますんで、はい、はい、もうしばらく使わせてもらいます。切り替え用紙のお手配はこちらのお電話で。そうですね、用紙は送ってください。かしこまりました。恐れ入ります。それでは明日8日に発送いたしまして、約1週間ほどでお届けいたします。はい、差し支えなければ注意事項をお読みいただいた上で、8月末までに JCB に届くようにご返送いただければ、次のプラチナカード年会費いただかず手続きできますので、ぜひご検討くださいませ。わかりました。恐れ入ります。念のため何件かご案内してもよろしいですか。はい、恐れ入ります。するとこちらの今お持ちの久保様のカード、ご家族様はいらっしゃいますか。あ、カードは私しか使ってないんですが、家族はおりますよ。ご家族カードをお持ちのご家族様もいらっしゃるんですか。いらっしゃらないです。あ、そうですか。はい、そうします。申し訳ございません。一点ご本人様確認取らせていただいてもよろしいですか。はい、何でしょうか。申し訳ございません。恐れ入りますが、ご生年月日伺ってもよろしいですか。はい、19721010。確認しました。お調べすると現在、奥様の久保由香様のご家族カードもお持ちいただいているようですが、こちらは継続してお持ちになりますか。いや、持ってないはずなんですけど、もしありましたら破棄してください。あ、恐れ入ります。今ご家族様今ご契約中ということになっているんですけれども、お持ちいただいている状況ですけれども。ああ、そうなんですか。はい、カードはお持ちではない。持ってても使ってないと思うんですよ。ではもうご不要ということであれば、ご家族様のご退会というのは、しても問題はないですか？はい、ないです、問題ないです。承知しました。ではそうしましたら、もう一点追加で伺ってもよろしいでしょうか？はい、申し訳ございません。はい、ではお届けのご自宅、ご住所を最後まで教えていただけますでしょうか？お届けなくなりますので、ご了承くださいませ。わかりました。はい、ではご家族様のカードは変装不要で IC チップと磁気部分に切れ込み入れてご処分を忘れないようにどうぞよろしくお願いいたします。はい。はい、恐れ入ります。ちょっとお切り替えのお話に戻るのですが、はい、もしゴールドカードお切り替えの場合は年会費が1万1000円。あ、そっかそっか。一般カードの場合は1375円の年会費のご負担になりますので、ぜひご注意くださいませ。はい、わかりました。はい。注意事項をお読みいただいた上でのご記入とご返送ですね。よろしくお願いいたします。はい。TCB に切り替え用紙が届きましてから約3、4週間ほどで新しいカードを発送いたします。それまでは今お持ちのプラチナカードをご利用お願いいたします。はい、はい、お手続きの際には実はカードの予診枠、担当部で見直しと再設定を行う場合がございますのでご了承くださいませ。はい、はい、カードの番号が実は経種が変わりますと全桁変更になりますので、公共料金などもしご利用されている場合は各利用先に支払い変更を新しいカードが届いてからお手続きお願いいたします。はい、はい、お手続き済みました後はプラチナカードは IC チップ磁気部分に切れ込み入れてのご処分も合わせてよろしくお願いいたします。はい、はい、ご案内は私からは以上ですが、その他はご確認いかがでしょうか？あ、特にありませんけども。はい、ありがとうございます。はい、もしご不明点ございましたらご連絡くださいませ。はい、どうもありがとうございます。それではプラチナデスクの和田久保様のジェシビプラチナからお切り替え用紙を一部福山市のご自宅宛てのお手配とご家族様のご家族カードの答えから確かに受け止まりました。はい。じゃあご家族様の大会の取り消しやカード復活受けられませんのでご注意くださいませ。はい、わかりました。お問い合わせご確認ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。失礼します。ありがとうございます。あ、すみません。なんかありがとうございますって言ってる通じ切っちゃいました。非常に丁寧にねご案内いただきましたけども、大体ね2年使いましたね。プラチナカードね。で、2年使ってる間に、一定額以上使ったら、ザ・クラスからのインビテーションがあると思ったんですけども、どうも私の利用料では、インビテーションはないのかなっていうことと、あとは、全然そのザ・クラスに向かう方向が最初から違ったのかもしれませんね。まあ、どちらにしても、ザ・クラス計画がこれで、ご破産ということになりましたんで、このプラチナカードを破棄してですね、まあ一般カードといいますか、一番、年会費の安いプランに変えようかと思います。っていうかこれ、本当はあんまり必要ないんですよね、今のところね。だからこの際、JCB のカードを終わらせてもいいような気もしますけどもね。はい。じゃあ、今回は以上のような形になります。どうも、JCB のザ・クラスプロジェクト応援してくださった方、本当ありがとうございます。以上で全部終わりです。50歳になりましたんでね。はい。ザ・クラスはなしよということでございました。お疲れ様です。